角館駅やってまいりました。駅からミッション初の新幹線の止まる駅ということで、見てください、このロケでこんなに大きい駅に来たのは初めてです。興奮しますね。そしてミッションは絶景を探せ。まあ、角館と言いますと、もうどこを見渡しても絶景なのではないかと思うんですが、まあ、この企画としてはですね、秋田のディープな魅力を再発見と銘打っておりますので、ちょっとガイドブックには載っていないような、皆さんの知らないような絶景を探してみたいと思います。それでは行ってきます。 JR 田沢湖線角館駅は1921年に開業。小京都にふさわしく武家屋敷風の駅舎は2002年東北の駅100選に選定されました。観光情報センター見つけましたので、ここでちょっとね情報を仕入れたいと思います。仙北市観光情報センター角館駅前蔵は、武家屋敷までの道案内をはじめ、食事どころの紹介、ホテルや旅館などの案内をしてくれます。館内には無料の休憩スペースもありますので、角館を訪れた際はぜひお立ち寄りください。こんにちは。あのですね、今番組のロケで角館駅前から絶景を探す旅に出発したところなんですけれども、はいはい、あんまりこう知られてないような、ちょっとメジャーじゃない、でもとっても素敵だよっていうようなところってどこかありますかね。よければご案内いたします。はい、はいはい、はい。有名なところだとこう武家屋敷通りですとか、商家の蔵が多い町人町とかなんですけれど、個人的にはなんですけど、はい、こちらに古城山という場所がありまして、はいはいはい、ここから登れるんですけれど、片道30分ぐらいですかね。歩いて30分ぐらい歩いて、はい、ゆっくり歩くと30分ぐらいなんですけど、はい、頂上からの景色がちょうどこの辺りを見下ろせるようなところになるので、桜の時期とかだと、うん、桜と川と街並みが一緒にご覧いただけるの で、ね、よろしいかなと思いますね。あんまりじゃあ観光客とか行かれる場所ではないのかな、ね、ちょっと離れてますもんね、はい、知る人ぞ知るところですかね。知る人ぞ知るなんかこう素敵なあれ、ごめんなさい、お名前は。私千葉と申します。千葉さんもそちらは行かれたことはあるんですか。はい、そうですね、地元民だと多分小さい頃に、はい、遊びがてらパパーと走ってもう一つちょっと心配なのが、ちょっと分かります、私ね今日こういう靴履いてるんですけど、どうでしょう、どうでしょう。ちょっと山道にはなるので、スニーカーとかスニーカーとかの方が安心。これはちょっとスニーカーをじゃあ調達していかなきゃいけないですね千葉さん、ありがとうございます。 ありがとうございます。行ってまいります。いってらっしゃいませ。頑張ります。古城山に行くためのまずはですね、靴を、スニーカー的なものを調達しなければいけない。まさかこの道の駅の小京都角館で私がスニーカーを探すことになるとはちょっと思わなかったんですが、履物屋さん見つけましたよ。こんにちは。はい、あのですね、今ちょっと角館をこう散策してるんですけれども、ちょっと私これから古城山に登ろうと思ってましてですね、行かれたことあります、古城山。はい、何回も小さい時代はあるしな、最近は行ったことないけれども、普通の山よりこうちょっとこう傷しな、でもそこから上がるといい景色がよく見えるしな、見られるんですよね。ただですね、ちょっと私角館来るっていうのでちょっとおしゃれな靴履いてきちゃって、こうどうやら結構歩かなきゃいけないらしいので、ちょっと歩きやすい靴を
欲しいんですが、うん、こう見たところこうちょっと歩きやすい靴もありますね、うん、あの普通は気持ちだ運動靴でしょ、うん、立派に出なくてもいい、もうもちろんもちろんもう歩いて古城山に行ければいいんです、うん、あなんかこあるあるここにも並んでますね。こういうのはダメですか？滑らないことは滑らない。滑んないですね、うん、いいんじゃないですかね、うん、大丈夫ですか？ちなみにこれはおいくら万円でしょうか？こういうのも何も、うん、紐一個ないですか？紐一個ないですか？やっててもいいですよ。あ、そうですね。なんかあるやつで、うん、あれ、うん、今あれば。欲しいな。あ、そっちか。ちょっとじゃあ早速履いてみていいですか？はい、はい、ありがとうございます、うん、23.5 だから3.5です、ね、履いてると思うんですよ。あ、ちょうどいい、ちょうどいい、うん、ですね、バッチリです、はい、あ、いいですね。なんか俄然歩く気分になってきましたよ。いかがですか、マイシューズ？いいっすな。この白い靴おいくらですか？それはどの、あ、こっちの方か。なかなかネタを教えていただけないんですけど、スニーカーを手に入れ準備は OK、 古城山の頂上を目指します。